のこの具材。麺つゆで。はい、同じように作っていきます。はい、最後に特製めんつゆです。全部入れて熱湯を注ぎます。はい、これで蓋をして3分間待ちます。はい、こういうふうに煮てきました。OK。 そうめんを入れます。出来上がり。